立ち名備前国宝平作平安時代国宝立ち名安綱平安時代国宝たちとは日本刀の内波長がおおむね二尺以上で立ち糸口を用いて腰から下げる形で廃用するものを指す。歯を上向きにして腰に刺す内刀とは目を切る位置が異なるが例外も数多く存在する。また平均的な波長は約80センチメートルほどである。 立尾前おさふねすけさだつけあおがい、螺鈿立ごしらいごげんは、立から来ているという。なお、立は、一般的に、平安時代以降のしのぎがあり、そりを持った、日本刀を指し、古墳出土品や、焦燥院伝来品などの上古の自家刀については、大刀の字を当てて、立と読ませている。馬上での戦いを想定して発展したものであるため、 そりが強く長大なものが多いという特徴がある。平安時代頃から作られ始め、鎌倉時代、南北朝時代と使用され続けたが、応仁の乱を経て、室町時代後期、戦国時代になると、弓や、薙刀、太刀を使った、騎乗中心の武士同士の戦いから、槍や、雛な銃などで武装した大量に動員された、足軽による徒歩での集団戦の主になり、 太刀より短くて、軽量で、都線に向いた内刀が台頭していった。内刀が、武士の刀として主流になってからは、太刀は、上級武士の権威の象徴としての役割を強めていった。また、内刀の流行や江戸幕府による刀剣の長さ、規制などに合わせて、多くの太刀の茎が切り詰められて単焦化されて、根元部分の刃を潰されて、内刀に改造された。 このような単勝化を磨く上げという。また、中世社会においては合戦や抗争でなくとも、ふとしたことで喧嘩になり、殺人に至ることは日常的だったため、平時からそばに置いてあるたちは、ご信用としても有用だった。なお、現在の刀剣分類では、名をどのように切るかによって、立ちと刀を区別するが、必ずしも、 分類基準に即して名が切られているものばかりではなく、また、太刀であっても、内棚様式の外装に収められているものや、逆に、内刀であっても太刀様式の外装に収められているものもあるため、刀身外装ともに、外見での区別は難しい場合も多い。鎌倉時代は、日本刀の黄金時代とみなされており、この時代の立ちに国宝が多い。十一世紀時点で、 日本とは100件以上が国宝に指定されているが、そのうちの8割が鎌倉時代の刀剣で、7割が太刀である。取り替え方の戦いにおいて元軍に弓を射る白石、道安の手勢、太刀を傾向している。平安時代末期までは、記者が主流であり、太刀は、下馬寺や喧嘩や強盗などに使う日常生活上の武器、矢がなくなった。 際の予備の武器という認識が強かったと推測されている。自称、樹英の内乱の頃になると、合戦での馬上での太刀の使用率が増えていったが、どちらかといえば、徒歩の使用を推奨されていたという。具体的な使用方法は、敵の兜の鉢を叩き脳振動でふらついたところに、飛び込み腰刀で首をかくというような使用法が多く、 行われ、南北朝時代になると、兜の内側に、浮き針と呼ばれるクッションを設け、兜を装着時に結ぶ紐も複雑になり、安定性を増すという対策が取られている。攻撃力が高いため、槍や薙刀、弓を主力とする合戦の補助武器としても重宝された。しかし、馬上では、薙刀などの長物より扱いやすいため、南北朝期室町期には、 騎馬武者の主力武器としても利用された。この時代は、大立ちに象徴されるようにたちが、薙刀と共に、戦乱の中で、大いに活躍した。槍や薙刀を持った敵と戦う場合は、武器の軽さを利用して、素早く立ち回る必要がある。相手はリーチが長い分、隙も大きくなるのでそこをついて応戦できる利点が、戦で際立ち、定番化した。また、 軽武装の足軽、造標なら、ともかく、騎馬武者を切り殺すことは、不可能に近いので、打撃効果が重視された。そのため、南北朝時代には、通常の太刀も大型化した。しかし、大型化した、通常の太刀は、大刀や、大なぎなたともに、南北朝時代の二十数年間という短期間で、流行が廃れている。大刀は、大きめの太刀や、 大なぎなたとは違い、安土桃山時代に、再び流行した。太刀と大立という二種類の刀は、切る者より、打つ者であった。太刀と、打ち者が、同義語であることには、意味がある。つまり、太刀は敵を切るより殴るための武器であったのだ。馬上での太刀打ちは、南北朝時代の特徴であり、太刀の先で敵を切ることも、不可能ではなかった。敵を殴るには、 力が必要であったが、折れたり、敵の体に詰まって抜けない時もあった。腰に吐くという形式のため、地上での移動に邪魔という欠点があった。そのため、戦国時代には内刀にとって変わられていった。立命チメク鎌倉時代重要文化財、東京国立博物館造具のせは、美全国の投稿。切っ先は尋常な大きさの鎌倉時代の立つ姿である。 立ち剣士南北朝、時代重要文化財個人造剣士は、美濃国の投稿。喫先が大きく伸びた南北朝時代の立つ姿である。闘身朝による分類の方法には、文献や研究者によって違いがあり、王立ちが闘身が五尺程度のものを、野立ちが闘身が三尺以上のものとすることもある。一般的には、 大型の太刀をまとめて大太刀と呼び、別称して野太刀とも呼ぶことが主流である。毛抜き形立の図太刀の前身とされる実践用の刀剣。毛抜き型立と読む。平安時代中期から末期にかけて F の武漢に用いられたことから F 立や野剣とも呼ばれる。日本の刀剣の中では得意な形式の刀で、 木製の柄に茎をはめ込み目くで固定する形式ではなく、胸筋と呼ばれる陶身と柄が一体の構造となっている。陶身は、唾元の実が湾曲する極端な腰反りで、側面に、しのぎやといのない平ら作りのものである。柄には、古代の毛抜きのような肉抜きが透かし彫りで施されている。このような構造から、奈良時代の誠意の際に、 エゾから伝わったわらび手刀との関連性が指摘されており、日本刀がわらび手刀の影響を受けて変化していった実例の一つではないかとされている。実戦で使われる他に儀仗用としても用いられ、後には一般的な茎形式と同じ構造の太刀に、柄につかまきを施さずでサメ柄として、毛抜き型の多め抜きをつけたものを、毛抜き形たちたちと呼ぶようになり、 江戸時代には、公家はこの形式のこしらえの太刀を平常用として履いた。尻章を被せた太刀を履く武士、尻下章、宝器章とも呼ばれる。太刀を、雨水や物損から守るための刀装具の一つで、騎乗した際に、太刀の鞘尻が馬を不意に叩いてしまうことを防ぐための、ものでもあり、装飾目的でも、盛んに用いられた。 刀剣の鞘に覆いをかけて、雨水や傷から守ることは、刀剣の登場当初から行われていたが、尻章と呼ばれる様式のものは、平安時代後期に登場し、最も多く用いられたのは、南北朝時代である。その後も、太刀と合わせて、長らく用いられ、江戸時代に至っても、人達ちの付属と装品として用いられている。素材には、 様々な動物の毛皮が使われ、毛皮を袋頭状に縫い合わせたものを太刀の鞘に被せて、革紐や組紐で結びつけて用いた。単純に袋状に作るのではなく、被せた際に鞘尻に向かって大きく広がるような形状に整えられ、廃用した太刀を大きくぶばって見せるように作られている。江戸時代に作られたものは、鞘先を跳ね上げた形に整えられているのが、 特徴である。当初は、官位と役職により使用できる、毛皮の種類が厳密に定められていたが、原平合戦を過ぎて、鎌倉時代になると武士が、世の主導権を握り出したこともあって身分による規定は、ほとんど守られておらず、個人の好みと財力によって各人が自由に選んだ、材質を用いた。一般的には、影皮と、イノシシ毛皮、及び熊毛皮が用いられたが、 特に、日本国内では入手の難しい虎、氷、薬といった、薄来の毛皮で作ったものが、高級品とされ、これらを用いて作られたものは、武士の憧れとされた。毛皮以外の材質で作られたものは、鞘袋と呼ばれる。鞘掛けとも呼ばれ、尻小と同じく刀を、 雨水や物損から保護するために用いられるもので、刀剣というものが登場して以来用いられている、基本的な刀創用具の一つである。袋刀場に縫い合わせたものを鞘に被せて、革紐や組紐で結ぶ、もしくは鞘に被せた上から紐で巻いて用いるもので、材質も各種の比較から、麻布等の繊維製品まで、各種多様なものが使われている。尻章ともに、 本来の目的の他に、刀剣の装飾品としても用いられ、錦や絹織物または鹿革を鮮やかな色に染めて、作った、カビなものを鞘に被せて用いた。なお、現代において、刀剣類を保管、運搬する際に用いられる、白鞘袋、小白絵袋とは別物である。神社の太刀は太刀袋に収めることが多い。その太刀袋には、 片口袋と両口袋の2種がある。ありがとうございます。